輸出おめでとうございますありがとうございます3度目の正直と昨日言ってましたねはい、よかったですはい。まあ平和島の輸出自体はね、えー、もう過去に行ってますけれども一、はい、号艇ということになりました優勝戦の一号艇自体も初めてなんでああそうですか、はい、えどうでしょうあとはもう緊張感との戦いそうですね、でも思ったよりもうリラックス今できてると思いますそうですか、はい、昨日のあのね、勝利者インタビューの中でもちょっとね、はい、今日緊張感とちょっとどう 折り合いつけるかなんて言ってましたけどちょっと眠れました、はい、ちゃんとあすごいよく眠れましたよく眠れましたかはい、はい、船橋の方はもう好調ですかねそうですねすごいターン回りというか乗り心地がすごい自分が好きな感じなんでそこはすごい自信持っていけていますでも行き足とかに関しては多分優勝戦でもいい人にはちょっとやられちゃうと思うんですけどスタート揃えば大丈夫だと思います、うん、まあそんなにいかれることはないと思いますないかなというところで、はい、まあね確かに優勝戦のメンバーでねいけ足ちょっと評判の ね方もいらっしゃいますけれども、ねはい、まあその辺りはしっかりスタートい決めれば、はい、自分がスタートいけば大丈夫だと思いますそのスタートですけれども全速でいけましたか昨日はあ昨日も、はい、しっかり全速でいけましたコンマ11、感どおりですじゃあもう優勝戦に向けては今日この天気になりましたけれどもあのコンディションとの対応っていうのはどうでした、うん、昨日とそこまで変わってないんで本当微調整でいけると思うんでちょっと乗って考えます。はい、はい じゅんじゅん地元という感じですよねそうですよく平和島見に来てたんでそこで優勝したいなと思いますはいぜひとも意気込み一言お願いいたしますはいえっとすごいあの先輩ばっかりなんですけど、えー、優勝を目指してしっかり走りたいと思いますご選よろしくお願いしますありがとうございました続きましては二号艇です住谷健吾選手です有質のおめでとうございますありがとうございます、はいえー、住谷選手も昨日 班長宣言といいますか仕上がってきましたというお話でしたはい、えー、フランス的に改めて特徴というのは全部があのすごい高いレベルでいいと思いますでもやっぱりこう平和島前前回もね二号艇で優勝ということもありましたやっぱりもうイメージ的にはいろいろと描けてますよね、うん、まあはい 自在にいけそうな足になったという感じですかね、はいはい、さあ昨日、ね、インタビューの中でも V6 目指しますということでしたけれどもこの優勝もそうですけれどもやっぱりこう年間通してのこともちょっと片隅にありますすかそうですねあのクラシック行きたいですね前節、芦ア屋で5回目の優勝ということでしたけどもやっぱり近況、夏に入ってからの調子っていうのはいかがなんでしょう いいです。いいですか。はい。あの調整なんかもどこの場に行ってもぼちぼち。はい。そうですね。はい。はい、この平和島のええー、シリーズの中で調整的に苦労したところっていうのももう。うんまあありましたけど直前まあ、直直前ぐらいのあの周年記念走らさせていただいたんで、はいあのなんあのうまい具合に行きました。はい。はい。 えー、スタートタイミングの見え方などはいかがでしょうか。なんかね、そこが今節はあまりいけてないです。あそうですか。昨日はちなみに、まあ、いい、あの、タイミングで一丸でしたけれども。自信を持って、あの、遅れないように。ちょっと早めに起こして、合わせていった感じですね。はい、ああ、そうですか。じゃあ、もう、あと鍵になるのはスタート。ですかね。それだけです。はい。それでは、意気込み一言いただきましょう。お願いします。はい。頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 続きましては三号艇です。罪選手です。いらしゃおめでとうございます。あ,ありがとうございます、えー。昨日は絶好の展開という感じでしたかね。そうですね。なんか思った感じじゃないレースだったんですけど、はい、よかったです。あの、<laughs> フランス的には安定した感じで、今シリーズは戦えたか。もうエンジンだけがもう良くて。はい。勝てた感じです。あ、そうですか。<laughs> でも、あの、昨日は調整ね、いろいろ迷っている部分も。 ねうん、ありましたけれども、まあもうこのままいきますあもう今日はこのままで、はいはい、あとはスタート、見え方なんかはいかがでしょうか、うん、あとはもう本当、いけ自分がねあの思い切っていけるかいけないかなんでまあ最後、どうなるかわかんないですけど、うん、まあなるべく早いのをいきたいです昨日は 0−8、はい、ということでしたけどダッシュとスローでこう見え方が変わったりとか。あの あでももう何回も走ってるんでうん、うん、なんとなくそのスタートは分かってるからあとはもう全速で行くか行かないかですもんね全速で行けば行き足結構良さそうですよねいいと思いますちょっとじゃあその辺りも含めてこうイメージもそうですね外にだけはまくられないようなのでちょっと一マーク見せ場があれば、はい、でも初日の1走目がもう3コースからまくってるじゃないですか、はいはい、なんとかね そういうレースができたらいいんですけど、なるほど、はい。まだ平和島優勝がないんですよね。もうなかなかできないですね。はい、<laughs> ちょっと狙えそうな話にはなってるまあ、チャンスはあると思いますけど、はい、それでは意気込み一言お願いいたします、はい。もう1マークとにかく展開見せ場あるように一生懸命あのスタートいきたいと思いますので、応援してください。ありがとうございました。 え続きまして四号艇佐藤大輔選手ですすいません先ほど二回も名前を呼んでしまいました失礼いたしましたはい、はいえー、それでは、えー、昨日の、えー、船足の県から聞いていきたいんですがどうだったんでしょうかね、うん、ちょっと住谷さんとは天と地の差がありましたどのあたりの足がもう池足から全部です、はあ、今日は四号艇ということになりましたけれどもそうですね一番好きな枠なんで えとスタートを決めてまくりたいんですけどちょっと足が良くないんで今、ちょっと一撃仕様のペラにはしてるんで試運転で手応えあったら一撃仕様でいってなかったら、まあ、展開つくようにするしかないんで、うん、うんちょっと期待度は薄いんですけど、まあ、なるべくスタート行ってまくれる仕様にはしていきたいとは思ってますやっぱりその辺りはあの諦めずに求めていくそうですねはい。 まあ前回のルーキーシリーズもそうでしたが今回はあの新聞なんかのね記者さんによりますとニュースペペシャルペラが完成したと。うんまあ、出てはないんですけど乗り心地とか船の向きはめちゃくちゃいいのでそこにプラスして今日は伸びも。 いろいろと考えてそうですねまあ、多少乗り心地が消えてでも伸びは求めていきたいんですけど、うん、ちょっと期待度は薄いですねそうですかスタートタイミングはどうですかうーん、あんまりはっきりは見えてないんですけどまあでも入ってはいるんでまあ、いいスタートは行き,きたいとは思ってます、はい、コースー4号艇ということですけれどもそうですねまあ、一撃仕様にしてもしかしたら離れがずる可能性もあるんですけど まあ伸びるようになったら別にずってでも、ちょっとそれ伸び重視でいこうとは思ってます。はい。え二、ー、節前の大村で、えー、ご自身、え二度目の優勝ということになりました。ぜひとも意気込み一言お願いいたします。はい、えっ、ー、と勢いはいいんで、えー、穴狙いで勝ってみてください。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。<laughs> 続きまして、五号艇です。田中剛選手です。一緒おめでとうございます、はい。ありがとうございます。 先ほどちょっとね出てくるときに失礼いたしました。五号艇ね。<あ>はい。さあ昨日なんですけれども調整ちょっと直前迷ってる感じもありましたけれどもいかがでしたか。えっとまあ準優前に試したいことあってまあそれで準優はいい結果になったかなと思います。はい。じゃあその迷った結果が正解が出た感じ。あのはいあのだいぶいい感じには近づいたと思います。もう一息って感じですか。 そうですね。微調整でいけると思います。優勝戦の中に入った時に不船足としてはどうなんでしょう？評価うん。まあ、あの50%を考えると物足りないんですけど、まあバランス取れていい感じではあると思います。体感的にも気になるところはなかったですか？あの微調整で治ると思います。あ、そうですか。はい、スタートへの行き足っていうところではいかがでしょう？えっとはい、スタートしやすくて風の強弱で少し。 あのスタートを決めきれてない部分はあります。は,い、昨日はまあ3コースからコンマ1、2というスタートタイミングでしたけどこれは全速でちょっと見たんですけど、全速で通過できました<あ>、はい、そうですか、はいえー、じゃあ、もう優勝戦に向けてはもう一調整、直前に。そうですね特訓出て、あの感の修正するぐらいですかね、はいはいえー。それでは優勝戦に向けて意気込み、一言お願いいたします。 えっと、平和島優出は多いんですけど、優勝が少ないので、優勝できるように頑張りたいと思います。お待ちください。はい。二千十七年の四月にね、平和島は優勝しておりますけれども、それ以来ということになる。そうです。はい、はいえー。続きまして、六号艇です。栗木翔選手です。優、はい、出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これが平和島初優出。ですね。はい。六、はいはい、コースからという戦いでしたっけ。けきの準優勝戦いかがでしたか。なんか展開があったので。 今回もそういう展開になってほしいなと思ってます。気持ちは、はい、強い気持ちで。そうですね。でも強い気持ち持ってると転覆したりしちゃうんで。あんまあ持ちすぎないように注意して頑張りたいです。あの道中、予選道中でね、転覆ありましたけど、はい、影響いかがでしたか。はい、まあ、ちょっと悪くなっちゃったんで。まあ、今。頑張ります。はい。ふなし、トータルで評価としてはいかがですか。まあ、伸びは普通よりちょっといいぐらいで。 周り足はまあちょっと悪いかなぐらいです。はい。体感的にももう一息欲しいかなっていうところありますか。はい、そうです。そのあたり調整はどうしましょうか。まあプロペラ叩いてちょっと周り足良くして、あとブラケットがちょっと曲がってたので、その直したんでちょっともしかしたら足良くなってるかもしれないので、はい、頑張りたいです。はい。あとはねスタートタイミング、はい。スタート発順が1.8ということで早いスタート決まってますよね。はい。見えてますか。 多分見えてると思うんで、本番もスタート。ゼロ台行きたいと思います。はい。はい。同期が一号手にいます。はい。どんなレースのイメージを。まあ、ちょっとでも。まあ。どっちかが一着なれるように。頑張りたいです。はい。それでは意気込み一言お願いいたします。はい。精一杯頑張ります。五千よろしくお願いします。ありがとうございました。